さあ着いた。一発目山中湖パノラマ台です。うん、写真撮った。河口湖です。これが河口湖でございます。河口湖以上です。とりあえず西湖に着いたんですけども、まあ西湖って感じですよね楽しいツーリングが一瞬で終わるところでしたね。危ない危ない。どうもバイクのローゼの深夜です。はい、今日はですね富士五湖巡りをしようかなと。今道志道走ってるんですけれども、まあ、このまま走って山中湖、河口湖、西湖、庄司湖、本栖湖、山中湖とか河口湖までは行くこと多いんですけど、西湖とかあんま行かない。本栖湖、庄司湖ゆるりと走ってちょいと富士五湖見て、まあ、帰ろうかなみたいな。めちゃくちゃ天気もいいしね。やっぱねこういう時のバイクは最高ですよ。気持ちいい。はーい、ね、こういうコーナー、おー、あー気持ちいい。やっぱこうやって峠を走る時の気持ちよさ。山中湖はパノラマ台にしようかな。いつも言ってるけどすごい気持ちいいねとこがあるんですよ。そこで写真でも撮りましょうかね。今日ね富士五湖巡りっつっても別に決めてないんですよ。例えば河口湖のここに行こうみたいな、とりあえず近く走って写真が撮れたらいいかなみたいなまあね、相変わらずそんな雑な感じですけど一緒に楽しみましょう。そう、最近ね車を買ったんですよ。で車の納車動画をアップしたんですけれども、まあもしかしたらもうバイクには乗らないんじゃないかみたいな、そんな心配がある人もいるかもしれないし、まあそこまで別に俺に興味がない人もいっぱいいるかもしれないですけど、バイク乗るよ。てかやっぱね、バイクは楽しいよね。車はね、やっぱ荷物が乗るよね。まあまだね、車でドライブしてないんですよ、ちゃんと。とりあえず車中泊に行こうかなとは思ってるんですけど、車を買ったからってバイクに乗らなくなるってことは、まずありえないので、俺としては。そんな感じです。さあ、もうすぐパノラマ台と。いつもね、いつも行く前はもういいんじゃねえか、ちょっと飽きたんじゃねと思うんですけど、結局ね、ワクワクしちゃうっていうね、ここのコーナーも楽しいし。はい。うん、今日も最高。最高だね。そして、ここは、さようなら。あー、いいね。やっぱウキウキするね。富士五湖巡り。あー、山中湖、まず一発目は、いい感じに行けそうですね。おー、たまらん。さあ、着いた。一発目、山中湖パノラマ台です。やばいね、これ。超綺麗。うん、写真撮った最高。やばいね、ほんと気持ちいいねこれ。あー気持ちいい最高。ここは本当にやばい、楽しい。もう今日終わりでいいんじゃないかなまあ嘘ですけど。いやーでもこんな気持ちのいい富士山はやっぱ冬だね。夏に行くとね結構曇ってることが多いんですよね。まあ俺が行くタイミング悪いのかな、いつも隠れてたんですよ。なんでっていうぐらい。でも冬になったらね気持ちのいい天気が割と多い。ふもとっぱらにキャンプ行った時もすごく綺麗だったしね。まあなんかそういうのがあるんでしょうね。まああれがあれであれなんでしょうきっと。うん、知らんけど。さあ、じゃあお次は河口湖ですね。その前に道の駅富士吉田ですね。うどん食べよう、お腹すいた。久しぶりに山中湖の北側の湖畔を走ってますね。あー、こっからの景色もいいの忘れてたわ。そう、そこに駐車場があって、うん、よくここで休憩してましたよ。山中湖やっぱいいな、好きだな。その後河口湖か。河口湖ぶっちゃけ興味ないんだよな。まあとりあえず河口湖は湖面が見れればそれでいいやって感じ道の駅富士吉田着きましたね。吉田のうどん、すごいコシがあるというか、太くて硬い。はい、すいません。福岡の人間としてはね、クタクタで柔らかいうどんに慣れてるんですよ。だからね、最初讃岐うどんを食べた時も何これって思ったし、今回の富士吉田のうどんもやっぱ何これって最初思うんですけど、ちょっとね、まあつゆが辛めというか、うん、結構味が濃いなとは思いますけど、
でもまあこれはこれでうまいですね。たまーに食べたくなる肉うどんの大盛りと季節の混ぜご飯セット750円です。さあ次はですね、川口湖ですね。別に興味ないって言ったんですけど、バス釣りはしてみたい。できるんだっけ、できなかったっけ。でもなんか富士山の近くの湖ってできますよね。興味ないとか言ってすまんな、バス釣りはしてみたいわ。目の前にっていうか、まあそこにあるのが川口湖大橋です。まあせっかくなんで川口湖大橋でも走ろうかなみたいな。川口湖です。これが川口湖でございます。まあ普通の橋っすねまあそんな感じ。釣りしてバス釣りやりて、川口湖以上です。どっか湖畔でね、いいとこがあったら止まりますよ。なかったら止まりません。おお、川口湖の湖畔もいいですね。おうおう、いいじゃんいいじゃん。興味ないとか言ってほっとごめんね。いい道あんじゃん。あ、いい感じだねこれは。こっちに来ると車は少ないんだね。富士山もくっきり見えるし最高ですさあこれで富士五湖の2つ目制覇ということで、まあ別に1つ目山中湖の時制覇とか言ってなかった気がするけど、まあいいや。はい、じゃあ3つ目の西湖に行きましょう。西湖もどうなんだろうな、なんか止めるとことかあんのかな。まあいっか、とりあえずこんな風に走りましょうか。とりあえず西湖に着いたんですけども、まあ西湖って感じですよねどうしようかな。特にバイクを止められそうなところもなく、西湖はちっちゃいからね、すぐ終わりそうな感じがしますよね。さあこれは川口湖パターンか。特に止まるところもなく、結局ちゃんと写真撮ったの山中湖だけっていうね。じゃとりあえず富士五湖三つ目制覇、まあ、随分と雑な企画、まあ、企画ってほどでもないけどね自由キャンプ場、いい名前だね。うん、最後からは富士山のてっぺんだけ見えるんだ。もういいな、いいシチュエーションだね。でもバイクで入れるかどうか知らんけど、入りたくはないね。あー気持ちいいねこれ、いいじゃんいいじゃん。ひたすら走り続ける感じ嫌いじゃないよ。観光とかより走る方が好きだな。最後から小事故にね向かう途中の道、いい感じ。富士の樹海か。まあ土日は知らんけど、コース量も少ないからね、超走りやすい。ちんたら走ってもすごい気持ちいい。小事故右方向ですね。それ逆走やで、マジか、びっくりした。楽しいツーリングが一瞬で終わるところでしたね。危ない危ない。まあああいうのもいるっちゅうことで、道が広くてよかったです、ね、道も広いし景色も広いからやっぱ気持ちいいわ。すっげえいいとこだと思いますよ。もう富士山もめっちゃ綺麗。さあこれを右かな。まあそうですね、小事故右って書いてますね。ヘラブナブラックバス、ここでも釣りできるってことですね。これが小事故。とりあえず小事故は一周する感じかな。なんかぐるっと回る道があったんで、そっち行ってみようかな。ここ分岐があるんで左かな。あ、こっち側いいっすね。富士山を見ながら走るのは気持ちいいな。いいな、湖畔でキャンプしたい。でも川口湖とかより釣りしやすそう川口湖はね、ちょっと広すぎてどこ狙っていいか分かんないから、もうね、何十年もバス釣りをやってない身としては、やっぱ狭いフィールドの方がね分かりやすいかな。釣りかいって言うんだけどね釣り竿を持ってツーリングしてえな。さあもうすぐ本栖湖なんですけれど、本栖湖の周りはなんか通行止め、一周できないんですよね。さあどうするか。とりあえず湖畔まで行って、これが本栖湖かっつって帰ろうかなお、本栖湖だ。ん？左行けんの？行けるなら行ってみよう。まあなんか駐車場とかあるっしょ。あ、ここでもいいや。ここにしましょう。本栖湖でゆっくりしてコーラを飲んだんで行きましょう。富士五湖完全制覇まあ、とりあえず、はい、全部回りましたね。正直な感想を言うと、富士五湖を目的に回るんだったら結構微妙かもしんね。でもね、道中、道はすっげえ楽しいから、それを楽しむっていう意味ではね、めちゃくちゃあり。朝早く行ったりしたらね、すっごい気持ちいいと思う。3月のこの時期もすっげえ気持ちいいから、夏のね、なんか早朝とか超気持ちいいと思う。さらにこういう道もあるでしょ？東京方面からね、来るんだったら道志道もあるし、道はね、とても楽しめる。まあ、そんなわけでね、全部見たんで帰ります。観光的には微妙だったけど、走り的には大満足。そんな富士五湖巡りでした。もしね、興味がある人はぜひ、富士五湖回ってみてください。別に富士五湖見なくてもいいけど。道がね、すっげえいいんで。さあ、今日はそんな感じですかね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
バイクのローゼの深夜でした。動画切ろうと思ったらね、富士山最高だったいいね、やっぱいいね、ここ最高。バイバーイ。